J3 リーグの第3節、福島対沼津の一戦、福島のホーム開幕戦となりました。9分のシーンです。尾崎のクロスに飛び込んだ岡、雪が舞う中での試合ということになりました。29分です。福島、池田が仕掛けて縦に行きます。そのままクロスを入れますが、これは直接家川という形になりました。そして先制ゴールのシーンです。左のサイドバック厚川の逆サイドへのボール、右のサイドバック尾崎折り返し、振り向き沢、岡井良樹、見事な左足ボレー。38分に沼津が先制します。0対1で折り返した後半です。52分、福島の攻撃です。諸岡、池田、そして若さとつないで竹早天、見事な攻撃でしたが、最後フィニッシュは枠にはいきませんでした。沼津の方も最後のところでしっかり体を張ってゴールを許さなかったということになります。その1分後です。福島、竹の突破から持ち運んで左の田村良介、コースを狙ったシュート、三重川キャッチということになりました。58分です。その田村のクロス、入ったばかりの星コーター、このボレーシュートはジャストミートとはいきませんでした。81分です。ショートコーナーから不幸院のクロス、ヘディング、これは最後福島がボールを体を張って防いだというところになりましたが、もう一度攻撃、菅井が溜めて落として前澤のクロス、しっかり守りながら出ていくところは出ていった沼津。その後福島の攻撃もありましたが、結局守りきって0対1、沼津が今シーズン初勝利を飾っています。